マリヤツ城、マリヤツ城、マリヤツ城、マリガ、ヤツ城は、現在の千葉県木更津市マリヤツにあった、日本の城、山城である。マリヤツ城市は、暴走丘陵の山中の周囲の峰々と比較しても、高い位置、海抜161メートルにあり、現在、木更津市立少年自然の家、キャンプ場として利用されている。カズ武田市の僧、 武田信長が築城したとされており、マリアツ城と長南城、長南町を拠点として、和佐国一帯に勢力を広げ、マリアツ武田氏の政治、軍事的拠点としての役割を果たすが、1590年の小田原征伐の際に敗城となる。1456年、交渉二年当時和佐国は、上杉正則の支配地であったとされ、これを敵視する小学坊。 足利重氏の命を受けた武田信長が上佐国に進出する。信長は上佐国進出の足がかりとしてマリアツ城と長南城と合わせて築城する。上佐武田氏はマリアツ城と長南城を本拠地とし、下佐国に対する備えとして、シーズ城、スケゼ城を、尾ビ川流域支配のために、中尾城、笹子城、クルリ城、 南部の里見氏に対する備えとして、佐抜城、増会城といった市場を広げていき、数佐経営に着手していく。その後、武田信長の孫の中でもマリアツ城に、本拠地を構える武田信夫から生を、マリアツに改める。マリアツ氏は、マリアツの武器から信勝、信清の三代の間に最盛期を迎え、マリアツの武器を、入道女官の代には対立する原氏が寄る小弓城を、 攻略し、足利義明を迎えて、小弓久保を、信清自身は、暴走関連を称するようになる。マリアツのウキから数えて四代目、マリアツ信カの代に、イ母帝マリアツ信網との間で内装が発生する。信鷹の父である信清から家督を継いだのは、諸子の信鷹であったのだが、それから間もなく信清の性質が親王を生んだことにより、 家臣を巻き込んだ後継者問題が発生する。弱子である、信恩が家督を継ぐのが正当であると考えた、新王派の家臣は、足利義明、一族の有力者である、マリアツ全方の支持を得て、信孝から家督を奪うことに成功し、マリアツ城に入城する。家督を奪われた信孝は、北条氏綱庇護のもと、シーズ城に逃れた後、武蔵区に金沢に逃れる。 1538年、天文7年の第一次河野大合戦の結果、小弓久保方は敗北したことにより、新王は失脚し、信孝が再び、マリアツ氏当主に帰り咲くが、一族の騒乱を収めることができず、北条氏に侵入するような状況となり、マリアツ氏は、上佐地方の支配力を失う。この一連の事件を契機に、マリアツ氏の拠点が、マリアツ城から、 シーズ城に移ったとされている。以降、カズサ国は、ご法城市と里見市の軽装地となる。1590年、天正18年を小田原聖伐にて、マリアツ城は、豊臣勢に攻められ落城し、廃城となる。マリアツ城市は、暴走丘陵のほぼ中央、尾津川支流の武田川上流域にあり、JR 幕田駅より南東方向へ、 約5キロメートルほどの位置に存在する。城市周辺は山々が連なっておりまさに天然の要塞といった様子がうかがえる。しかしその場所は山間部にあって支配対象となりうる集落を形成するような平坦な土地がなく農作物の生産拠点となる汚渦川や養老川流域からも外れており、その上交通の要衝を抑えておらず。 鎌倉街道など街道から外れた場所であることが確認できる。そのような偏僻な場所にマリアツ城を築城した理由として、追記当時の武田氏の状況によるものと考えられている。武田氏は敵対する地橋とは異なり、古くからこの土地を支配していたのではなく、外部からの侵略者という立場があり、外部だけでなく地元の豪族の動向にも気を配る必要がある。 そのことから常に内外からの襲撃に備える必要性があり、転じて敵の侵攻にも優位に働いてしまう交通の要所に拠点を置くことよりもあえて平野部から少し奥にある山間部に拠点を置き外部からの侵攻に備えたのだろうと思われる。また、この場所は帯津川と養老川の両川流域の中間地点で帯津川流域には約 3km 養老川流域には約4 4キロメートルの位置にあり、必要に応じてこれら生産拠点へに進出が可能である。また、武田市のもう一つの拠点である長南城とは約1 2トルの距離である。上佐竹武田市は上佐国のほぼ中間地点にあたるこの地に拠点を置き、市場との連携を密にすることで不足の事態にいつでも対応できるような領土経営を行ったと。 考えられる。ただし、このマリアツ城が武田氏の拠点であった、マリアツ城とは別の城であるとする見解がある。その説によれば、貝本モ月に登場するマリアツ氏の内紛の際に信高派が築かれた新地の城出るとして、より、オビツ側に近い溶害城を武田氏のマリアツ城に否定する説がある。マリアツ城の構造は、 暴走丘陵の尾根状に築かれた丘陵城郭で中世日本で見られる山城の特徴を持つ。日本国内が戦国時代に入るより前の時代の関東総乱期に築城され、戦国末期に登場する城と比較すると古いタイプの城郭である。城の規模は東西400メートル、南北700メートルほどの規模で、縄張りは多角造形形式で最南部に四角があり。 主角から北西方向のおねじょうにクルワ群が2の角、3の角、4の角と展開されている。主角は城の最南部に位置し、通称、戦場時期とも呼ばれる爪のクルワと城山神社社地を主とし、その周囲を腰クルワで囲んだクルワ群で構成されている。洗浄時期は主角の中心位置にあたり、 長方形型の東西50メートル、南北70メートル程度の広さの平坦な車で、土塁で囲って防御性が高められている。特に東側には、約7メートルほどの高さの大土類が設置されている。四角北の土塁の下に、城山神社が鎮座する。二の角は、潮根から南西方向に張り出した潮根城に設けられており、四角と二の角は、大掘り切れで隔てられている。 さらに二の角は掘り切りによって北東と南西の二つの車に分断されている。この掘り切りは三の角と大掘り切れ等を結ぶ掘り底道として使用されていたと考えられ、ここに主角に入る手前の防御施設として木戸口を設置していたと考えられている。三の角は塩根から西南西方向に張り出した塩根城に設けられ、二の角と三の角。 三の角と四の角との間は四国で区切られている。三の角は四の角との中間にある四国を登る、大手道を防御する役割を有する。四の角は上司の北端に位置し、劣覚的なものであったと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。